待って、全然意味が分かんないんだけど。これをジャンプしないでどうやってゴールするの。ダサかー。開幕右ナッシュしてこのパーの上に乗る。乗れないね。乗させて乗させて乗させてくれ。頼む、上に乗させて。もういいってそれ。走るがダメなら歩いてみるよ。こっからダッシュボタンを離して常に右押しっぺ。これでどう。痛痛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 。ジャンプできないよ僕。もうこっから常に右押しっぺしてゴールまで行け。残り1秒ぐらいの時に落ちるっていうのが分かった。その落ちた時にあの雲の間があるじゃん。あの雲の間をすり抜ければゴールすることができるんだ。頼む。何か目印つけようか。上になんか目印となるもんがあったと思うんだけど、そう、この雲、この雲に触った瞬間左でどう。ここだ。もうちょっと手前見て、雲に触る前に左押す。よっしゃー。このドアに入ってってスタートっていう感じか。もう何もしないでいいと思うんだよな、オートマリト。はやっ、はやすぎだろこれ。もう何なんだこの、お前も何なんだいる最後のチョロプーさん。あ、分かった、最後ゴールの前に隠しブロックがあるパターンなんじゃない。だからこれ、ちゃ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 、ゴール前の階段を目印にしようか。ここここまで速いと気持ちがいいよね。このコースは絶対に世界一速くクリアできる一の一だと思う。これ以上速いの無理だと思うんだよな。ここ、その1枚のコインがどこにあるかが問題なんだよな。スタート位置にはなさそう。ってことはこのクレーンを降りた先にあるんじゃないのかな。いやこれ長くね、このクレーン。いや、いけるいけるいける。で、コインは見つけた。怖いって、そんな声で子供とかくれんぼしたら絶対に泣かれちゃうって。まあさっきはさ、ちょっと最初コイン探してしまったけど、これで全然余裕で取れるんじゃないかな。いや、ここめっちゃ最後のコイン取るところでさ、時間かかりそうだから、そこまでめちゃめちゃ早く行きたいよな。だからあの最後はループスの少女ハイジになりたくないですか。教えて、おじいさん、おばあさんでもいいよ。これね、右下に行くまでが意外と難しいのよ。で、行ったら行ったで、あの針地帯でしょ。あの針地帯を越えなきゃ。来た、はい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 、いいよ、はい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 、やった。え、これ行ける。一旦何もしないで右側行ってみようか。まあやっぱり何もないってことは、これを溶かしてコインを取らなきゃいけない。でも足場がなくなっちゃうもんな。一旦普通にやっててみようか。やっぱこうなるって。この氷ブロックの上に乗って、この辺で出しても溶けないでしょ。端っこは、いや、ここもまだか。この辺は、あー、いけるんだね。ってことは端っこに乗った瞬間ジャンプって感じかな。しかしそのやり方でコインが取れるかが問題よ。一旦溶かした瞬間ジャンプしてみようか。ここでジャンプ、いや、もうちょっと左か。結構ギリギリ攻めなきゃいけないんだな。この辺で溶かした瞬間ジャンプ、きた。はいはいはい、攻略を見つけたぞ。ただゴールポールが結構離れてるっていうのがめちゃめちゃネックだな。ここで溶かす。うわ、このジャンプのタイミングもマジでむずい。でももう攻略法は分かってんのよ。おとなしくゴールだ。させろ。今めちゃめちゃ惜しかったね。もうちょっとジャンプが高かったら絶対ゴールできたと思う。この辺か。このメットをかぶってこの先に進んでいけっちゅうことか。この先何もないよ。意味わからんて。多分さ、隠しブロックを全部叩いてその上に行けっちゅうことなんじゃない。だからこっから上に行く。もっとわからんて。一旦この亀の甲羅投げてみようか。ガリガリの中になんかあるかもしれない。バネ、あのバネを持ってさ、バネジャーして上に行けっていうことなんじゃない。いや、それ普通に難しい。僕バネジャーあんまりできないのよ。来た、こっからよ問題は。あのゴールどうやってするの。いや、このピン踏めってことかな。いや、一旦このまま当たって先に進もうか。ピンじゃんだ。いや、普通に難くないこれ。とりあえずピーちゃんを成功させようか。これでいいんじゃない。ピーでも大体分かったわね。こっからこうだ。ピーちゃんやった、来た来た来た。ゴール条件がマリオ USA のマリオのままゴールの、そのマリオいらんくないか。 USA マリオのままゴールだけでいいじゃんね。さあ、このまま渡っていって、ここでピンコインを取って左に逃げろっていうことね。まあいいや、一旦鍵回収できたからそのまま左行ってみようか。これ全然間に合うんじゃない。このまま鍵扉に入ります。残り4秒か。で、最後にゴールがあると思ったけど、なるほど、ちくわブロックね。多分ですよ、このレールとピンコインを取ってからの戻り方が鍵に。なだだだだだだだ、え、なにこれ、早すぎて、止まれ。めちゃめちゃこれ何回見ても笑えるわ。これを絶対間に合う。お前足回れよ、そこにさ。ピンコインを取った瞬間、先っちょにクリボーを一旦踏もうか。このクリボーを踏んでジャンプ、これ間に合うんじゃない。いや、絶対来たよこれ。さっき4秒ぐらいでドアに入って間に合わなかったけど、今回は5秒あるな。頼む、間に合ってくれ。地下ブロックは5個。いや、ギリギリだな。頼む、2、1、
ゼロ、いけるか。本当にそり立つ亀の方になってる。じゃあ一旦このノコノコを投げてみようか。投げます。いや、これやっちまったか。これ投げたらいけなかったんじゃない。置いてどんどん右に進んでいくみたいな。なるべく高い位置から落としてみようか。この辺とか。いや違うんだって、この辺で置きたかったのよ。この辺で置いたら左側が3匹残った。でヒップドロップして残り1匹になるように。いやこれも絶対クリアできたと思うよ。最高じゃないか。マリーゴールはもう目の前だよ。ここで置く。やばっ、入っちゃった。いやどうしよう、これあいついらねえとこ行っちまったな。これいけない、いけない、いける、いける、いや絶対これゴールできるって。こっから、はいはい、やっほー。やー、ただね、今のでひらめいたことがあるよ。右の陸地からジャンプして上の端に乗れるってことはここで投げるでしょ。そして三段ジャンプで上の端に乗れるんじゃねえかなみたいな。ちょっとやってってみようか。ここで1、2、3、これいけるんじゃない。やっほー。ちょっと待って待って待って、またかー。どうすりゃいいの、こんな急に襲ってくるとかさ。あ、今みたいにかわせばいいのか。うまいね、すぐに理解していく男。でこっから右に行って、右に2体小さいドッスンがいると思うんだけど、あの間をスピンジャンプで抜けていくよ。見てて、一発で決めるんだよ。よしよしよ。うるさい、みんなびっくりしちゃって。そんな大声あげよったら。これ上から行った方がいいのかな。なんか今上から行けそうじゃなかった。ただその間を何回もくぐっていくのが難しそうなんだけど、ここでスピンしていけた。一発でいける男。でこのゴールバーに近づいたらゴールができますみたいな。その間に入れて頼む。どうする、いけるか、いけるか。 あのゴールポールの棒みたいなのがあるじゃん。あいつが来た時に下に降りればゴールできますみたいな。確かそんな感じ。うん、最初から殺意高すぎや。一番左か。ここであったら全てをかわせる。でこのファイヤーフラワー取って、こっからどうするか。すぐ右のバネのところに行く。これで大丈夫だ。右の方に行ってみようか。これで何か出てくるとか、そんな感じなんじゃないかな。ほらほら、やったって、分かってた。やめてください。このキノコ取っておこうか。このキノコを取って上に行けばいい。どけよ。なめるな。一回引っかかっちまえばもうこっちのもんなんだよ。砲台を避けます。そしてここで、3本に当たって右のリンクのところまで行っちゃうか。もういいってそういうの。もう一回ちょっと勢いつけて行ってみていい。うわ、やっぱ行けそうにねえわ。バレが出てきた。ここ隠しブロックあるんじゃねえの。分かってる分かってる、そんな子供騙し通用しねえよ。ちょっと先にファイヤーが出てきてくれてよかったな。でこれ指で弾く弾く、ゴールが見えて、あのゴールいけよ。あっ、いや、いける、これゴールできるよ。最速が27秒近くかかってたような気がするんだよな。じゃあ下押し一発して。こういう感じで、いやめちゃめちゃバグってんじゃん。でこっからどうすればいいの。それを説明して。最初の土管に入ったらそっから右を出発って書いてた。だからこっから常に右を出発すれば右の土管に入れるんじゃないかな。もうバグりすぎだろ。もう完全にワープしてんじゃんマリオが。でこっから右を出発。さあ一回地面から離れたら着地しないゴール。え、何この形。とりあえず右に思いきしジャンプしていこうか。あ、分かった分かった。あそこのシーソーに乗るか乗らないかのところにジャンプしなきゃいけないっていう感じなんじゃないかな。ここジャンプぐらいせ。もうこれはね、作業ゲーですよ、作業ゲー。選ぶまではこんなコースだとは思わなかったんだって。今言ってもよかったやんか。ちょっと本気出したいから無言プレイとさせていただく。え、このコインは186枚。これどうすんだ。パンを持ってバブルを上にやる。無理ですけど。パンの裏隠れるみたいな。はいはいはい。でこのパンを投げてコインを全部落とす。であの50コインを取った瞬間ゴールのところに戻れば全然間に合いませんよ。一個右にやろっか。これでバブルが少しでも早く右に行く作戦だね。これで何秒も時間が短縮できるとは思えないけど、一回やってみよう。ここまでは絶対間違ってないと思う。こっちの方がバブルが右に行くスピード速いもんね。でこれを上に投げるみたい。はい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 、分かった分かった、攻略法を見つけたぞ。なるべく早めにバブルを上げます。であんまり左の方には行かないでいい。この50コインを優先して早めに取っちゃえばいいんだ。なんだこの戻りにくい溶かし方。これさ、溶かし方がちょっとクセモンかもしんないね。変な溶かし方だったらすぐ戻れなくなっちゃうからさ。だからこれはなかなかいい溶かし方なんじゃないの。いけ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 。さあ始まった。え、なにこれ、え、バグじゃないの。え、これ、ちょ、パタクリバ。ちょ、お前逃げ。助
たった一匹このクリボーを倒すだけなのに、お前落ち着けって。いやどっちで落ち着けって言ってるのか分かんないけど、お前ら落ち着けって。いや右に行こうか、右にジャンプして、くっくっ。いやこれね、僕攻略法思いつきましたよ。ここだったらマリオに感性の法則が働いてないから踏みやすいんじゃない。クリボーが下に来た時に一気に踏んじゃおうか。お前こっち来いよ、何右でうろうろしてんだよ。もう結局さ、こっちから踏みに行かなきゃいけないのかな。だからもう適当にこれか、これ。スタートのクリボーの挙動を見ておこうか。スタートした瞬間左に行きます。だからスタートした瞬間左の方でジャンプすれば結構簡単に倒せちゃうんじゃないかなみたいな。よっしゃー。確かにめちゃめちゃ強かったね、このクリボー。キモい。威圧感がすごいドクロリュットの。このまま一旦ダッシュして行ってみようか。うわ、全然時間が足んない足んない。さっさやり直して。いや今ねスタート遅れてしまったけど、これ青いドクロリュットに乗ってジャンプするじゃん。そしたらねマリオが結構早めに進んでくれるんだよね。だからこれを利用しながら進めっていうコースだと思うんだけど、これワンチャンゴールできるんじゃない。はい、ダメー。この青いドクロリュット3つ乗るじゃん。そしてなるべく高い位置からジャンプ。いやこれ絶対いったと思うよ。っていうか下手したら最速まで取れてんじゃないかな。残り1秒、いけ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 、マリオ。このパックンだけでどうやって高く上がるのって感じなんだけど、隠しブロック？ああはいはい、隠しブロックの上にパックを乗せていけっちゅう感じなんじゃない？このパックンの下にもあるんじゃねえかなと思うんですけどね。一回それ叩いてみようか。これ。お前早く上行けよ。まず一回は成功させよう。このタイミング。オッケーオッケー。で次が難しいよな。足場が全然ないじゃん。モニョン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 。なんだモニョンモニョンモニョンって。でもこのモニョンモニョン作戦いいかもしんない。モニョン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 、もうモニョンモニョン以外喋らない。絶対にこれでクリアしてみせるよ。モニョンモニョンからのジャンプ。さあこっからスピン。いやーバカが俺は。でさっきマジでミスってしまったもんな。もったいないことしたけど、これ次は絶対に行ってみせるぜ。よっしゃやったー。ゴールぜちゃんと閉まんねんだよ。で時間は10秒しかないのか。待って待って待たんかー。もうこんなん無理じゃんか。どうすりゃいいのよ。こんなのあらかた決まってるんですよ。クライマックス音踏んでってみる。ぐやー。3体踏んでくるりんしたらハンマーに当たっちゃう。ってことは2体目でやってみる。説明文にさ、焦んなかったら簡単にクリアできますみたいなこと書いてたけど、もしかしたらそれがヒントになったらみたいな。なんか今挙動おかしかったな。たたって連続で踏んだ時があったんだけど、そうやってクリアしていけみたいな。いや絶対そうだ。攻略を見つけたぞ。ただそれが分かったところでよ、いつ連続で踏んでくれるか分かんないからさ。いけ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 、このトンカチ野郎が。むずい、むずすぎる。あもう真面目にやるわ。そろそろクリアしたくなってきた。中何匹目ぐらいまではいけるんだけど、そっからがなかなか進めない。またよく分かんねえコース来たな。このロコロコを蹴って8枚のコインを取れっていう感じだから、こんな感じで取っていけばいいだけなんだけど、こんなんじゃ遅えよな。絶対ダメだよな。多分こんな感じでいいんじゃないかな。ゲゲゲゲ、待った。このロコロコの位置がめちゃめちゃ重要になってくることが分かった。この位置ぐらいでどうかな。だから待てって。この場所ぐらいがちょうどいいと思いますよ。ジャンプぐらいせ。むずいって。ノコノコで派手なブロックを叩くだけなのにマジで難しいって。このバッファージャンプを成功させ続けるっていうのがマジで難しいんだよな。いやこれパターン入ったんじゃない。きたー。一回地面から離れたら着地しないでゴールっていうことは、この球を乗りついてゴールしろってことか。いやこれむずくない。どの球に乗るか、多分この球なんじゃない。あ、そして今なんか乗れそうな球あったね。あっち行ってみようか。もうクリアできるんでねえの。この球に乗ります。でどんどん上に行っちゃった。ありがとうね。この球乗るんで右の球乗って、でこっから、いやこれ乗れそうだね。こっから乗る。大チャンス。ただタイミングよくあの球が出てきてくれるかなんだけど、乗る乗る。でここで球出てこい。よし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 。でこっからゆっくりゴールする。いけるよ。お前邪魔すんだって梅干しよ。もう少しタイミング遅くしよう。こんくらいのタイミングでどうですかね。これは踏んだんじゃないの。そしてこの右下からゴールすれば。さあ始まった。あーなるほど、通れる道が一マスしかないっちゅうことか。いやてっきりさ、一マスしかないスピードランって書いてたから、右に一マス進めばゴールっていう感じと思ったんですけどね。まあそれさえ分かっちまえばこっちのもんよ。こっからどうすればいい。もうゴールなんじゃないの。早い、攻略が早い。意外と僕上手くなってるのかもしんね。最後さ、しゃがくるんして結構なマスを飛び越えなきゃいけないじゃん。ここがマジで
てむずいの。だがしかし僕が黙ればすぐにクリア。ちょっとマジで集中させて、最後のところだけ本当に難しい。バカか俺は。あんなミスの仕方ある？普通今度はそんなミス司令官だ。まあ言うても1の1ですよ。誰もが最初に始めるコース、初心者用のコースだと言っても間違いないですね。そんな1の1ちゃちゃとクリアしていきましょう。僕はかなりマリオメーカーとやってきてるからね。ちょ遅くなってきた。こっから前にも進む。やめろ。めちゃめちゃ遅くないか。いやいけるいける、こんぐらい遅い方が意外と行きやすいかもしんねえな。どんどん行こうか。登れる。ちょっとスピード落ちてきてるけど、いや、あ、超えれた。これ超えれるか。最後のこの階段めちゃめちゃ難しいんじゃないの。頼む、行ってる。ここめっちゃ落ちるな。もうそれ以上スピード落ちるだよ。まあ、そんだけだったらまあまあ簡単だと。そんだろ、わかるか。このコインが落ちてくるなんて絶対わかんねえよな。ここダッシュでいい、ワンジャンプしていいの。ダメなのかい、一応やしよ。ここは下で大丈夫で、次はどっちだ。上と下よく見ろ、上だ。あー待て待て、まだか、焼きバカだ。次は怪しい方で行ってみるわ。これは下が怪しいから大丈夫だった。次はどっちが怪しいんだい。バカか俺は。いや、ついつい50コインとかあったら取りたくなっちゃうよな。ここはそのままに。何もしない、ジャンプ。そしてここは下に、下に。次は上だったよね。このリンクを取って先に進む。うわ、これどっちだ。もうさ、途中から全部引っかかってんじゃない。じゃあここは上、ゴールさせてくれる。あ、もうこれで絶対ゴールできると思いますよ。途中で針があったんだよな、この辺。ゴールか。さあ、ゴール条件がコインを1枚取ってからゴールで、右上にコインがあると思うんだけど、このパンを発動させたらコイン、あ、やっぱ落ちて。落としたらダメじゃねえか。この黄色ブロックに当てるわ、このパンブロックを。そしてジャンプする。次こそ当てていくよ、この辺。そんなに苦戦するようなコースじゃないって。ただパンを吐き出してヨッシーを捨てるだけのコースなんだよ。よしか、集中しろ。まずゴールバーに届いてないぞ。ゴールバーに届かせるんだ。そういうジャンプをすれば大丈夫さ。まずこのドクロリフトに乗って、とりあえず P ジャンしてってみようか。 P の左側に行かなきゃいけないのか。でそっから P ジャンすれば、いやだっか、降りて P スイッチを勢いよく踏んでジャンプしようか。これでいいんじゃない。バーッ、いや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 、どうする、やめる。めちゃめちゃ早くピースイッチを踏まなきゃいけないっていうのは分かってるんだけど、それがね、あ、分かった、コーナーブースト使えばいいんじゃない。コーナーブーストっていうのはこのブロックの角があるじゃん。この角ギリギリでマリオジャンプさせるとなんかスルッて行く時があるんだよね。ほらほら、こんな感じ。このコーナーブーストを使えばピースイッチが早く踏めるもんな。ジャンプぐらいせ。まあまあ見ててくださいよ、ピージャンが成功さえすれば登れると思いますよ。それは止まれよ。そろそろガチで集中するよ。ここは落ちる、コナブからのピンシャン見たか。え、このコースどういうコースなんだろう。え、なんでこの放題の動き。え、この上に行けばいいんだか。くっそ、ちょ、なんだこれ。落ち着けってお前ら、落ち着かんか。これさ、結構簡単そうに見えるでしょ。マジでなかなか上に行かしてくれないんだよな。あの砲台がさ、あの通り道の部分があるじゃん。そこに行こうとしてほら押し出されるもはやここまで来たら運ゲーと思うんだけど、くそ、やりたい。上のレールがさ、左向きに高速動いてるじゃん。だから押し返されるんだよな。悔しい、めちゃめちゃ悔しい。痛い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 。もう俺に戦っちゃう、なんで。クリア率が高いからといって舐めてた、もう舐めてたっていうか、あ、今これいいんじゃない。もう俺に戦っちゃねえぞ、放題よ。え、このボム兵たち全員倒せっていう感じでしょ。多すぎやしないか。開幕左に隙間あったよね。ここでジャンプだ。左がダメなら右だ、ここ。すぐ右行きます。そしてこのボム兵一番右の方でヒップドロップしてみようか。そしたら爆発は防げて、こいつを踏めば終わりっていうことなんじゃないんですかね。トロトロしてんじゃねー。
それは僕の話ですね。あ、このボブヘイ持てばいいのか。ただこんなにたくさんいたらボブヘイ持てるかな。一旦持ったで今なんかすごいことが起きたね。ボボボボボえ、こんなんなんの。あ、持ってた持ってた。なくさないで。周りのボブヘイたちが邪魔でさ、1個だけ持つっていうのは難しいんだよな。来た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 。惜しい惜しいところまで来てる。ここで投げる、そしてヒップキャンすれば大丈夫なんだ。やったー。このコースはね、1回地面から離れたらゴールっていうゴール条件がついてたんだけど、これが何なのかだよな。鉄球。あ、なるほど、ここでヒップドロップした先すると。それさえ分かっちまえばもう簡単ですよ。まず鉄球出す、でヒップドロップ、もうちょっと早めにやろうか。ヒップドロップ、もう切った瞬間にヒップドロップ。あ、こういうタイミングでいいのか。さあ、しおいおい、あ、惜しい惜しい、もうすぐ行けると思いますよ。鉄球の右側をなるべく続くようにやっててみようか。これだ、どうですか。ダメですか。大丈夫だよキング、集中すればいけるさ。そう、わざわざ騒ぐ必要なんてないのさ。完璧なタイミングだなんかね、行けそうで行けないんだよな。もうちょっとのはずなんだけど、ここめっちゃ右側に行かないといけないんじゃない。きたー。ちょっと無言モード入るわ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ウルトラセブン。ビビ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 。ゴール条件が P スイッチを24個押してからゴール。で、これ押す順番が大事っていうのをね、説明文に書いてたんだけど、これ押す順番合ってんのかな。まあ、そんなに遅いね。あえてさ、上から踏んでってみようか。で、最後にこの階段上に設置された P を踏んでってみようか。で、まず上の全部を踏むでしょ。そして階段を全部降りて踏んでみる。スタートに戻ってるって。これダッシュボタン押してたらさ、 P スイッチ持っちゃうんだよね。だからダッシュボタン押さないでこうやってスピンジャンプでどんどん踏んでってみようか。いや、こっからどうしても走っちゃうよな。いや、でもこれいけるんじゃない。残り2秒、1秒、頼む。ピューでもそんなに難しくないと思いますよ。今の持たなかったら全然余裕でクリアできたんじゃないでしょうか。ここ焦らずにゆっくり踏もう。そしたらゴールだ。BGM に合わせて大砲が出てくるみたいなこと書いてたんだけど、どういうことなんかな。あ、わかった。この飛行船の BGM に合わせて撃ってきてるよ。うわ、すごいこれ。でもぶっつこういう避けゲー僕めちゃめちゃ好きだよ。このスピンジャンプを駆使しながら行ったら結構簡単に避けれちゃうんですね。さあ、ここもスピンジャンプをどんどん駆使していくよ。あ、これもうクリアなんじゃない。あー、よいよいよい、いや、いや、よっちゃいけ。もう端っこでしゃがんでジャンプするだけでいいんじゃない。で、時折クルーも混ぜたら全然余裕ですよみたいな。ごめんね、みんな簡単な方法見つけちゃって。これめちゃめちゃ簡単だよ。やっぴゃ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 。避けることに必死で BGM なんて聞いてられないのよ。これ最後のラッシュがマジでやばい。来た来た。まあどうせ最初初見殺し、何が来るんでしょ。避けれてないよっと。カビコースの床がプンプンするぜ。じゃあ右にはいけない隠しブロックとかはなさそうっていうから、このフラワー取ると思いますよ。まず宝を避けます。そしてこのフラワー取って先に、なななな、フラワーを取った瞬間バネに警戒しろ。大丈夫、人画面トロールコースなんてそんなに難しくないはずなんだ。これはボミスや。そもそもさ、あの中間ポイント取れるんかな。なんか取れるような予感がしない。一旦行ってみる。キモすぎ。このカラのコーラ取っちゃっていい？絶対隠しブロックあるような予感がするんだよな。あっぴゃ。じゃあ隠しブロックはないって分かったから、うわ、カラのコーラ抜けちゃった、いいかな。この中間はやっぱり取れないか。で、ゴールが見えたよ。ありがとうございます。頼りせんか。ここに隠しブロックがあるっていうのは分かった。左はあるんじゃないのか。でも一旦しゃがんでいこうか。これでしゃがんでたら、ママ、この階段をどんどん登っていけっていう感じなんだけど、で、時間は10秒しかない。え、これ意外と早いんじゃない。え、ワンちゃん一発でゴールできますみたいな。夢みんな、どうやって早く登ろうか。しゃがんでいく、しゃがんでいったら早く進めますよみたいな。ああ、さあ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 、やり直せ。トロップ踏んだ瞬間にジャンプと右押し一本。これでなんか一個飛ばしぐらいでいけてるような気がする。これ早い。クソせえや。バネに当たった瞬間ジャンプしてみようか。あ、今なんか 2,3 個ぐらい飛ばなかった。あ、これこれこれ。だから音符を踏んでジャンプじゃなくて、バネに当たってジャンプすればいけるかもしんないね。もうわかったもんね。音符あまり踏むなってことは、このバネに当たった瞬間だけジャンプボタンを連打。これでゴールができるっていうパターンなんじゃないのか。これはね、ジャンプしてドスをかわしていけばいいだけのコースだと思うんだよね。
で、あ、全員左行くのか。無理ですけど。これ単純そうに見えて意外と難しいね。で、ゴールどこにあんだろうな。右のあのドスに隠れてるみたいな、そんな感じだと思うんだけど。待て待て待て、もう一番最初だ。一番最初にもうどんどんドッスンを右に渡っちゃう。これ左に感性働いて全然飛ばねえ。ということはですよ、階段上にドッスンを残すのが一番いいと思う。そんなんできるかな。無理だよ。上に登っちまえばいいんだよな、このドッスンの上に。乗れた乗れた乗れた。で、下にゴールあるかな。いや絶対ないよね。でもこのドッスンはどんどん左に来てるから、一体ずつ動かせばいいと思いますよ。危ない、何やってんの。でももう分かったね。最初勢いよく右に行けばドッスンに乗ることができたんだよな。そうそうそう、こんな感じ。あとはこれでゴールするだけで、ゴール条件はコインを1枚取ってからゴールか。まあコインがどこにあるか探していけ。あ、これゴールじゃないのね。あ、なるほど、これいっぱいあるっていう感じか。コース名にハンマーエンブって書いてたけど、それの意味が分かったわ。こうやってブロックをどんどん壊しながら先に進む。これでね、10秒以内にゴールしろっていう感じだと思うんだけど。え、これもうゴールできたんじゃない。ちくわー、上等だよ。どんなんでも来るがいいぜ。すぐにクリア。これさ、ずっとダッシュを継続しなきゃゴールできないようになってんじゃない。ほらほらほら、なんか今1回目のブロック壊した時ずっと走ってたよね。ただそれが分かっても難しいよな。だから最高速度のまんま行かなくちゃいけない。これはいいんじゃない。きた、めちゃめちゃ惜しいところまで来てる。最初が難しいだけで、あとはなんかもうリズム感覚でいけるね。ほらほらほら、これなかなか調子いいんじゃない。頼む、行ってくれ。残り1秒絶対来たよ。さあ来いよ、取れ。こいつを投げて上に行く。いや違う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 。まず左に投げなきゃいけないのか。左に投げてこのピンコインを取って、ちょっと待ってよ。ちょっとだけジャンプしてキラを投げる。でまた乗ればいいっていう感じなんじゃない。乗せんかてつくぞ。調整がめちゃめちゃ難しいね。この投げた瞬間にすぐに行かなきゃいけない。多分これの繰り返しだと思うんだよな。これもちょっとジャンプしなきゃいけない。これめちゃめちゃいい調整なんじゃないの。ここでもできる。でここでチョビちゃんからのすぐに乗る。これめちゃめちゃギリギリだな。ここチョビちゃんで投げてすぐに乗る。これはあとピンコイン何枚ある。あと2枚。あ、これそんなに難しくないかもしんないね。あと1枚取ればゴールなんでねえの。さ、これ抜けるかな。頼む、見てくれよ。なんで。いや抜ける。あ、いや抜けなかったけど、これゴールできるんじゃない。最後キラ別にいらないもんな。さあこれでゴールなんでしょうか。頼む、ゴールじゃって。やったー。さあ始まった。わかるか。最初からわかるかはねえよな。性格が悪いどころじゃない。バカにしてるわこのコースで人。パンボンでジャンプすればいいのね。オッケーオッケーオッケー。でこの土管は入れるわけがない。あ、だめ。止まって、このブラパが引っ込んだ後に進んでいく。オッケーオッケー。これ時間間に合うかな。僕は目標があるよ。1個だけでも絶対にかわしていくね。落ち着いていこう。別にスピードランをしなくてもいいんだ。そうだ、スピードウォークでやっていこうか。やっぱスピードが大事ですよ。ちゃんとルール通りやっていこう。そうしないと楽しめるもんも楽しめなくなってくるもんな。ここは簡単だな。ここも来い。なんでよ。じゃあ今度は赤がいかなのかい。違うよ。こんなんやってたらさ、もう普通のスピランができなくなるって。ただでさえ普通のコースができなくなってる。ここはセットか。いやっほっほっほっ。急ぐな、ちゃんとドアに入っていこう。もうすぐゴールなんじゃない。頑張った。いや、いけるいける。ちゃんとあと3秒あるもんだ。やったー。